リスタイルの仕方です。天童木工の超大作デザインですね。定材数のご紹介をしたいと思います。1960年に、デザインされて、ミラノトリエンナーレに出展するために日本ブースのためにデザインされた。まだその頃超大作さんが高倉純三の建築研究所かなの事務所に在籍した時に、一応そこの社員として担当してデザインしたものなので、高倉純三のデザインっていうふうにも当時は言われてたみたいですけど、実際にデザインしたのは超大作。材質にしてはちょっと高め、一応和室用にこう作られたので、畳がこう傷つかないようにここがフラットになってますね。一応こうキャンチレバーなんですよね。これ見るとここもプライウッドのフレーム、プライウッドのフレームで、なんかこの形は柿の実を切った時にそれを見てこうイメージが湧いた的な感じで、この座面とかここがそういうちょっと丸っこい有機的な。で超大作本人も、自分がデザインした家具の中で一番好きだ。でそれのここの黒が好きらしいです。で今回のはこれチーク材、今現行では売ってないですね。今現行のものだと多分オークがほとんどかな。これちょっとヴィンテージの、はい、タイプになってます。腰が悪いんですけど弱い人にもいいですね。ホールドというかね、持たれた時にしっくりきて、別に和室じゃなくても全然フローリングの洋室ようなところでも、この上で座面が大きいのでこうやってあぐらかいてもいいし、持たれてもこう弾力性はないんですよね。こうしなり感はない。やっぱりこのキャンチレバーここでしっかり支えられてるからけど、ここにもクッション性があるのでウレタンが入ってて、なのでちょっと確かにソファーっぽいイメージ、こうとかあ、これもいいかもしれない。横向きに、実は結構若い方にも人気があるようで、ビームスのコラボのタイプとか、ビームスのコラボはこうハリジガツートンのタイプとか、あとはあのミナペルフォネンの生地を貼ったタイプとか、形も可愛いしね。で生地が可愛くなるともっと可愛い感じになるので、あの和室でも洋室でも OK な椅子になってます。はい、こんな感じです。こういったあのヴィンテージ家具、デザイナー家具、ブランド家具の販売もやっております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、ぜひそちらから、ご覧ください。あとあの買い取りもやっておりますので、専用ページの方も概要欄の方貼っておりますので、ぜひそちらからお問い合わせください。ありがとうございました。